はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。ブリンキビア始めていきたいと思います。前回はカッシーニをやってクリアしたんですけれども、早速新しいあの人をやっていきたいと思います。さあ今回で何人目になるんだっけかな一応私今名戦順で、1回目ロバート・ボイル、ジャン・ピカール、アイザック・バローに4人目のカッシーニで、強ー今回フックだあーいよいよ来ましたよ、フックさん。あーフックさんの方がニュートンよりも名声この時代はもう高いんですね。1667年はいやー来ましたねフックさん前回のあのジョバニ・カッシーニの場合は404名声あって、ロバート・フックは384ということで、早速やっていきたいと思います。来ましたね、ライバル、ニュートンさんのライバルみたいな感じですけど、ただいま年齢32歳なんだ、若っ。で工作技術45なんです。器用度97あるんですよね。でめっちゃ器用なイメージあるわなんか個人的につい最近そのロバート・フックの人生ってどんな人生かっていう風なのを調べたですよ調べたてなんでめっちゃ今ちょっと熱いところにあのフックが来ましたね。でフックはめちゃめちゃ顕微鏡とか確か作ったのかな。なんで毛先が器用だし、前あのボイルのところでもやったんですけど、ボイルの助手かなについてあのなんか実験器具とか作ってたりするんで、器用度97はめっちゃ嬉しい。この器用度っていうのがなかなかね、自分一人じゃ上がらないって、どんなに学習しても。で今回は生物、適性でいくと生物すごい適性みんなあるな。天文でしょ、力学、工学、熱力、あ数学適性あんまりないんだ。数学も適性あるのかと思ったら意外にないな。数学か、工学でちょっとバチったんだよな、ニュートンと。まあ行きましょう。ロバート・フック1635から1703年、イギリスの科学者、ボイルに認められ助手を務めるようになり、ゲーリ家のものより高性能の、あ、違いますね、ゲーリ家のものより高性能の真空ポンプを作成した。またコルクが多孔質であることを観察し、細胞というセルですね、という呼び名を初めて用いたのは彼である。他にもバネの元に、あ、違いますね、バネの元に戻ろうとする力は、伸びに比例すること、フックの法則を発見した。フックは王立教会の高い地位になり、自分の敵と思われる者には、地位を利用して、攻撃した。特にニュートンは何度も彼に攻撃され、精神障害になったと言われる。ということでですね、いろんな本読んでもフックさんに関してはあまりいいようには書かれていないなんか感触持ちだったとかみたいな感じなんですけど、能力としてはものすごい高いですし、なんかニュートンさんのその王立教会に入るっていうか、王立教会の地位に、高い地位に行くのを邪魔したっていうイメージはすごい強くなってるんですけど、まあおいおい話していきましょう。 OK、 はい。でコンピューターのプランを見ますか。いいえ。でなんか私会長職、王立教会の会長職とかにフックさんなったのかなっていうふうに思ってたんですけど、実はフックさんって高い地位にはいたんですけれども、
確か実験主事まで止まりだった気がするんですよ。で、実験主なんで、王立教会ってその会長あって実験主事がいてみたいな幹事みたいなのがいるんですけど、なんか一番上には立ってないっていうのがロバート・フックさんなんですけど、ただあのフックがそれなりの地位の上の地位にいた時の、その時の会長職の人はほとんど権限がなくてフックの独壇場だったっていうなんで、あのニュートンさんをあのダメだみたいな風に批判して精神攻撃をしていったっていう話だったかな。でもなんかそういう悪いイメージがついているんですけれども、なんかでも物によってはね、どっちもどっちっていう風な書き方もされているニュートンさんも、フックさんもどっちもどっちなんじゃないみたいなのがあり、私は個人的にはすごい能力高いですからね、いろんな研究分野で活躍された方ですし、なんか締めの言葉みたいになっちゃってるなその多岐にわたって研究して能力はものすごく高いからこそ、なんかトラブルに巻き込まれていったんじゃないかなっていうふうに、そんなふうに思うんですけれども、まあ今回研究状況として、もう初期段階でバネの性質、多分これフックの法則ですね、と植物の観察、論文何かあるのかな、ああボイル、バロー、フック、どっちにしようかな、どっちが早いのかな、忘れちゃったな。なんかスケッチの方が早いようなイメージあるんだよな。早い段階から研究してた方はスケッチの方なのかな。生物スケッチとかのみのやつとかがやってた、そっちの方が早いのか。で、フックの法則って何だったか発明して、それ発明というか時計かな、時計を改良した時に発見したのがフックの法則だったんじゃないかなっていうふうに思うんで、これはなんか流れ的にバネからやりなさいっていう感じなんですけど、バネの法則4つで他にそんないないかなと思うんで、今回はひとまずこれかな、植物の観察からいこうかな。こっちから、あ、観察だけだ。ひたすら観察しよう。あ、図発見。もう来たな。で、これに関しては、書けるのかな、もう。書いてみますか。えい。我なが美しい。お、やったー。で、現段階でもうロンドンにフックさんいて、あの王立協会の会員になってるんで、会員になりますっていうのは必要ないんで、ここから名声が上がっていけば普通にその役職につけるんで、まあどんどん論文提出、あ論文書いてなかった論文を書いていこうと思います。完成度91って超高いな。さあ、葉の拡大図、私はこの度葉の拡大図の正確な描画を行った。ご覧のように今まで明らかでなかった緻密な、構造を見せているということで、これを提出しましょう。まずに論文提出で、もちろん王立協会の方に、今現いるんで行きましょう。ということでバローですね、事務局長素晴らしいということで、完成度91なんでね、行けますよ。あー、わ、すごい、2人とも評価高ということで受理されました。
わーい、資金が来た。で、ただいま、科学者だ。ロンドンの時は科学者しかないのかな。まあ、研究しましょう。続けて。観察。観察だけなんで結構楽かもしれない。こっちの研究は。ただ7つもあるんで、今回は7つ全部やろうかな。お、コルクの拡大図、セルですね、セル。もう早いな。コルクの拡大図。行きましょう。完了して、作成なのかな？コルクの拡大図行きましょう。61か。完成度は別に、理論検証じゃないか、上げられないもんな。まあ、61で大丈夫かな。私はこの度、コルクの拡大図の正確な描画を行った。完成度61なんですけどね。ご覧のように今まで明らかでなかった緻密な構造を見せていると。いやー、どうなんでしょう。ああ。さあ、1年経ったので、まあ、数ヶ月ですけれども、1月になったんで、やりますが、ここはまあ、しばらく変わらないでしょう。で、論文提出します。コルクの拡大図行きましょう。フックから来ました。ああ、なかなか美しいって言われてるな。ちょっと辛辣な感じですね。まあ、描画系は受理されることがほとんどなんで、あまり考えず提出していきましょう。2つ目。ああ、どんどん存在。はいはいはい。存在はどうだっけかな？検証。存在はもういけるのか。これで。行きましょう。植物中の小さい部屋の集合ということで、私は植物の観察についての研究を進めるうち、今まで存在が確認されていなかった植物中の小さい部屋の集合を発見した。これは、私はこれに細胞という呼称を設けることが適切であると考えるということでですね、重要度30ですけど、もうみんなセルって言ってますからね、世界中で。めちゃめちゃ大切、重要度30とかじゃないんじゃないの。まあ、提出しましょう。さあ、バローどうですか。素晴らしい発見です、ありがとう。あー、素晴らしい、やったー。という感じで行くんですけれども、なんかすごい順調だな。名声も結構上がりましたね。結構フック楽勝なんじゃないか。フックさん今役職にもついてないし、あの論文審査とかも、あー、茎の拡大図、論文審査とかもないから全然楽勝だな。茎の拡大図が来ましたね。これいきましょう。あんまり評価は期待できないっていう風になってる。どうしようかな。でもまあ提出するだけしてみようかな。51かーい。これってもう一回書けるのかな。書き直しますか。書き直してみましょう。あ、ピカールから来た。いや、全然受け取りますよ。はーい。ピカール、51だな。上がらないから、まあ、行ってみよう。私はこの度、茎の拡大図の正確な描画を行った。ご覧のように今まで明らかでなかった緻密な構造を見せているということで。行きましょう。
提出しましょう。どうかな。ボイルはもう仲いいですからめっちゃ肯定してくれます。審査員1はあんま良くない感じですね。試験主事は2対1。でも受理してくれた。でもね、書き直しても良くならないんだよな。ありがとうございます。これなんかでもな、スケッチとかって工作技術は学習できるけどスケッチとかは特にないんで、まあ進めていきましょう。このまんま、あ、来た。理論の発見。気候かな、気候理論。70、結構、あ、もう1年経っちゃった。さあ、ここはいいです。ここはもう分かってますよ、変わらないことは。あっ、すごい飛ばしてたらカッシーニからお金が来ました。いや、カッシーニは、まあ、頼もしいから受け取ってきましょう。基本、クルボの拒まずです。これの論文を書きましょう。植物の観察について。私は植物の観察についての研究を進めるうち、植物の葉はその穴から呼吸を行うとの結論を得た。この事実は植物の観察を論じるにあたったり極めて重要であると思われるということで、さあ論文提出します。論文名声もう52だもんな。行きましょう。あ、面白い論文。信憑性があり、不受理にする理由はないよ、と。ということで、もうバッチリ受理された。なんかなぁ。なんか、ここ最近の中では特に順調。は1700年代なくなってんのかな。あ、どうだっけかな。1700最初3年とかなんで、すごい余裕あったりもするんで、完成度上昇しないの。ちょっと待って、茎の管は器官として働く。どうなんだろう。茎の管は器官として働く。論文ちょっと作成してみようか。どういう内容だ。私は植物の観察についての研究を進めるうち、茎の管は器官として働く結論を得た。いや、これ違うんじゃないかな、理論的に。茎の管が器官、器官はないだろう、多分。ちょっとこれ、微妙な研究、もう完成度これ以上上がらなくて50くらいしかないんで、ちょっとやめときましょう。ちょっとなんか正しくないもののような気がする。最後の発見をしたい。最後の発見をしたい。発見したいよー。あれ出て、あ、来た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 。あー、こっちの方が正しいですね。水を運ぶの方が正しいんで、の方を提出しましょう。あ、ベルヌインが来た。あ、今ファっていう風に飛ばしちゃったんですけど、
フックがただいま実験主人に選任されました。やったー。あ、結構早い。あー、ということはフックの名声がさらに上がり、役に接され、バローごめんね、バローごめんね、あら、いや、いつの間にかバローの名声を越してしまいましたよ。あ、違った違った、論文作成で、あ、まだ理論検証していきます。ちょっと役員になっちゃいましたね。役員になるとめんどくさいことが多々あるんですよ。入会審査とか。しょうがない、ベッヒャーは無理、ベッヒャーダメよ、これやると毎回ベッヒャーダメよ言ってる気がする。理論検証いきます。さらに70くらいは欲しいんでね。ニュートン、これはこれはもうダメでしょ。72ですよ。72でフッコがニュートンを許すっていう図が見えない。もうちょっとニュートンさんはもう名声高くても断っちゃおうかな。論文作成、でも実際どうだったんですかね。本当に仲悪そうですよね。私は植物の観察について研究を進めるうち、茎の管は水分を運ぶとの結論を得た。この事実は植物の観察を論じるにあたり極めて重要であると思われる、ということで同感のことですね。同感。ベッヒャーはダメです。もうわかる、見なくてももうわかる。これは論文も出してないのに入会に来ないで。さあ出しましょう。なんかそのフックさんとニュートンさんってなんかいろいろ直接話したっていう内容はあんま見たことないんですけど、手紙でそのやり取り、まあその当時はですね、多分面識もあったんだと思います。あの王立教会にいましたし両方なんですけど、その手紙ですごいやり取りをしたっていうのを読んだことあるな。絶対に仲は良くないよな。なんかそれに引きずられてこのゲームだけでもニュートンさんと仲良く、受け入れようっていう気にならない。なんかそのイメージが強すぎて、仲悪いっていうイメージが強すぎて、ゲーリケから来ましたね。バローの、バローに対してゲーリケが批判してきました。いやー、ボイル当然の批判だって。完成と、なんかなーなんかなー。でもボイル、バローは前は同僚だったわけですよ。そんなこと言ってもいいの？なんかバローの弟子がニュートンっていう感じで、ボイルの弟子がフックっていう、このでもなー、ニュートンさんはボイルさんと文通してたりもしてるしな、なんかそこが複雑な関係、本当に複雑なトライアングルじゃないや、四角形。でもバローとどうなんでしょうね、ボイルとバローはそんな仲悪くない気がするんですよね。弟子同士がバチバチになったんだけじゃないかな。完成度64、どうしよう、
やんわりそれは違うんじゃないかなっていう風に言っとこ。どっち不適切、ちょっとね、バローはね取り下げ、論文取り下げさせたらかわいそうかなって思っちゃうということで、一旦論文は全部提出して、ただいま名声も結構高くなってきては、いて、実験主事に、選ばれたということで、今日はここまでに、しておきたいと思います。次回はちょっと研究テーマのあれな、飲みとかの拡大図とか書きたい昆虫の観察かな、ちょっと昆虫の観察も第3テーマに入れるんですけど、ちょっと論文見たいと思います。情報で論文閲覧、バネについてはまだ誰もやってないんで、バネちょっとほっといて、あの昆虫の観察の方行きたいと思います。4つしかないのね。次回はそっちの方を目指して、頑張ってやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録していただけるとすごく励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。